ディック・ノーマンは、ベルギー・ワレヘム出身の男子プロテニス選手。2009年全仏オープン男子ダブルスで、ウェスリー・ムーディと組んで、準優勝した選手である。ATP ツアーでダブルス4勝を挙げた。自己最高ランキングはシングルス85位、ダブルス10位。左利き。身長203センチメートルの長身からついた、ビッグ・ディーというニックネームがある。 6歳からテニスを始め、1991年にプロ入り。ノーマンが最初に脚光を浴びたのは、1995年ウィンブルドン選手権、男子シングルス4回戦進出だった。ノーマンは、当時世界ランキング176位で、ウィンブルドン男子シングルスの予選3回戦で、サンドンストールに敗れたが、大会開始直前に欠場者が出たことにより、ラッキールーザーとして、 本戦出場権を得た。本戦1回戦で、パッドキャッシュが途中棄権した後、2回戦でノーマンは、第13シードのステファン・エドベリを6から3、6から4、6から4で破った。そこから4回戦まで勝ち進み、第3シードのボリス・ベッカーに6から7、3から6、4から6のストレートで破れた。ウィンブルドン後、1995年9月22日から24日に、 男子国別対抗戦線、デビスカップのワールドグループ、プレイオフが行われ、ノーマンは、対ノルウェー戦で、デビスカップベルギー代表に初起用された。10月に成功スーパーテニスで来日し、翌週のチャイナオープンダブルス決勝進出もあった。2年後の1997年全仏オープンで、セルジブルゲラとの3回戦まで進出した。 ノーマンは1998年に一度引退し2年間テニスから離れたが2000年に復帰した。2006年全米オープンにて2007年1月のチェーン内オープン男子ダブルスでノーマンは同じベルギーのグザビエ・マリスとペアを組みプロ入り16年目でツアー初優勝を果たした。ノーマンとマリスは決勝でラファエル・ナダル、バルトロメ・サルバ・ビダル組を7から6、7から6で破って 優勝を決めた。2年後の2009年2月、ノーマンは SA テニスオープンダブルスでジェームズ・セレターにトップペアを組み、2年ぶりのツアー2勝目を挙げた。ノーマンは2009年全仏オープン男子ダブルスでウェスリー・ムーディと組み、準決勝で第2シードのブライアン兄弟を0から6、7から6。決勝では第3シードのルーカス・ドローヒー、リーンダー・パイス組に6から3。 3から6、2から6の逆転で敗れ、ノーマンとムーディは、準優勝に終わった。ベルギーの男子テニス選手が4大大会決勝に、進出したのは、5年前の2004年全仏オープンで、男子ダブルス優勝者になった、オリビエ・ロクス、グザビエ、マリス以来の快挙であったが、ノーマンは、ロクスとマリスの後に続くことができなかった。全仏ダブルス準優勝の後、ノーマンとムーディは、 オーディナーオープンで優勝した。それから、ウィンブルドン選手権でも準決勝まで勝ち進み、ブライアン兄弟に6から7、6から7、4から6で敗れた。2010年 BNP パリバオープンの予選を最後に、ノーマンはシングルスから撤退し、ダブルスに専念した。2010年4月26日付のランキングで、自己最高のダブルス10位を記録している。 2013年6月のトップシェルフをオープンで、ベルギーの後輩のダビド・ゴフィンと組んで出場したのを、最後に42歳で現役を引退した。略語の説明 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回線敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回線敗退、LQ イコール予選敗退。 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。